造船義国により逮捕を受ける日の朝幼少期の有田、二郎。兄、道夫、弟、広尾、妹、大子、母、高子と共に、有田二郎は、昭和期の政治家、実業家、名村期船取締役、性病役の有田ドラッグを経営し言論活動でも、名を馳せた、有田音松の次男として生まれる。東京帝国大学倫理科を卒業し、 大阪薬学専門学校講師、終戦連絡大阪事務局参与などを歴任。1946年総選挙に、日本自由党公認で、初当選、その後民主自由党、自由党に所属し、当選5回。衆議院運輸、人事委員長や、民主自由党総務、自由党副幹事長を歴任し、第3次、吉田内閣では、 商工政無次官通算政無次官を務めた。1953年の国会予算審議では、社会党右派の筒つ,つ,つるよ、議員から、断末魔の自由党とやじられたのに対して、男女黙れと答え、女性別子の暴言として問題になった。造船疑国の発覚から、1954年2月16日に、国会法第33条に基づく逮捕。 許諾請求が行われ、同23日に衆議院本会議は3月3日までの期限付けの逮捕許諾決議が可決されて逮捕された。裁判では、懲役2年、執行猶予3年の有罪が確定した。造船疑国で立憲されたことが響いて、有田は1955年総選挙で落選。1958年総選挙。 1960年総選挙でも、政界復帰を果たせず、その後は、政界から遠ざかっていたが、1977年参院選で、私学振興を訴えて、全国区に出馬。だが、3万3702票しか得票できず、落選に終わっている。父、有田お松父親の有田お松は、広島県三原町で生まれ、売役業。 有田ドラッグ紹介を成功させ、大阪府の多額の税者となった。軽心数祖皇室中心主義などを交渉し、二良義則伯爵の著書、皇太子殿下子貝勇記》を私費でもって、全国の官立学校に寄贈し、祖先崇拝などの次長官営学校や役場、青年団に寄贈、また、巨額を投じて、全国の県庁所在地で、敬老会を開催。 大阪に8階建ての洋館を建設して、地方青年団や学生団、在京軍人団の無料宿泊所として提供するなど、国士としても名を馳せた。音松は、梅毒、臨病、肺病に効く全治受け追い役を歌って新聞に一面広告を出し、監視者の体験談紹介や、性病により、頭部の皮膚が侵されたり鼻がかけたりした。 人体模型を販売店店頭に置くなど、派手な宣伝活動で売り上げを伸ばし、現代のフランチャイズを思わせる身元保証金と、引き換えの支店長募集制度により、台湾、朝鮮、満州などを含む全国に約700の専売店を、持つ日本一の売役王となったが、絶頂期の1924年に、有田音松の真相が出版され、翌1925年には、 アリタドラッグの編集部主任、渡辺真嗣が辞職後、野より周一の実業の世界に暴露文を掲載し、医学の知識のない渡辺が、アリタの論文や古代広告を捏造していたことを告白した。音松と金をめぐって決裂した渡辺は野よりに告発文を売り込み、野よりはそれで音松をねだったが断られたことで雑誌で、ンアリタキャンペーンを繰り広げた。 渡辺によると、有田は20代の頃は、創始演説で全国を回り、神戸副下に幽閣の岐阜太郎時代、朝鮮放浪時代には、かなりの悪事を重ねたという。中山義五郎、変態処生術によると、祖母の金を盗んで家出し、方向先を転々とした後、盗みなど罪を重ねて、熊本で習慣、岐阜時代に悪客を攻撃する、観光物を、 印刷屋に書かせてねだり、大金を手にして、朝鮮に渡航。そこで薬の調合を知り、満館売役商会を設立して、古代広告や偽の体験談を打って人儲けした後、明治末期に帰国し、有田ドラッグを設立したという。有田政罰と題した、実業の世界での必要なキャンペーンにより売り上げは半減し、1926年。 東京警視庁取り調べのご次男に商売を譲り、経営から退りいた。ありがとうございます。